はい、えー、今回は、えー、名人戦リーグの一局、えー、から芝、えー、野虎丸七段対、えー、六浦雄太七段の一局を紹介したいと思いますはい、えー、19歳対二十歳の対局ではいあのー、すごいねフレッシュな、はい、組み合わせですよねはい、えー、黒番の芝野さんが、えー、黒番ですね まあこの三々はねまあ予想、えー、する手ですねこの、はいえー、2人ならね。はい、そうですねノビ、まあ、て打つのが、えー、割とわかりやすいのでまあおすすめですかね。まあ一応ね黒の注文としましてはこうやったらこちらに開こうということなのではい、まあ、それをちょっとね、えー それは注文なのでそれは避けたいような感じ、はい、でしょうかね。はいまあ、かかりましたね。うん、まあ押し,押してったり、うんあのー、こちらに挟むとかがねまあ一番常識的かもしれないんですが、はい、かかりを優先しました。 うん、コスミツケもまあ現代流ではい、まあ、うんまあ変化が少ないのでまあ分かりやすいですかね、うん、そうですね視聴が悪くなったので、えー、ここにねかけつぎましたねあもし受けるとこうやって今度こちらからあの切られるんですね でこうやって、えー、まあこの主張がまが、あ、白がいいのでねおそらく、うんうん、まあ、うん、白がいいかなと思いますので、うんまあ、一応これを避けましたね。はいまあ、この子ですとねこう継ぎたい気もするんですけど。うん まあそこは一,一長一ったんですね下がりとかもあるんでしょうけどはいまあ両掛かりしましてそうですねここで手を抜いたっていうのがまあ珍しいですよねうん続けて打てばまあ普通でまあ当然この後の変化を考えたんでしょうけどうん 手抜きっていうのは、うん、斬新でしたね。うんはい、そうですね、うん、どちらがペースを掴んでるのか、うん、難しい感じもありますよね。うん ね、言うこと聞かないで繋いででねいやこの石が弱いんでね相当まあここに狭間開けてこうやる感じかなっていうのがまだ一貫ですけどうんえー、まあこうツいだんですよねそうこうやったんですけどねこうやってまあ非常にここもね打ちたいところなのでねここを急い でも、うん、まあこれはこう見て、まあ、これあと押すようなことになるんでしょうかね、うん。まあこういう進行が嫌だったでしょうかね。こっちが大きくなると。はい、なのでここを収まりに来ました。はい、えー、ここに飛びまして、うん、挟みましたね、うん。ここでもやっぱ飛ぶのがね目に。 つくんですけどねもうすごく大場で大場というか急場にね近いところでまあ問題出したらね大体ここに打つのが正解になると思うんですけどねうんそのぐらいいいところだと思うんですけどはい実はこちらを選びました、うん 逆に動き出して戦おうっていうことですねうん、うん、この手がね多少どうだったかちょっとこの手がぴったりな意味がありましてうんちょっとね切りにくいんですねこういうのは うんとまあここがこうなりますもんね、うん、これで繋いだ時の攻め合いも読まないといけませんしうんとこういうとこをねつけられたりするとちょっとこっちもあってねあのちょっと選びにくいんですねはいでこのような形で、えー、形ができましてね うん、この辺りはちょっと白も盛り返したのかなと思います。はい。うん、はいこれで手を抜いてここですね。うん まあ頑張った打ち方ですね。普通に受けてるのでは、えー、苦しいということで、はい、うん、はい。まあこの辺りはね、結構利き筋が多いので、えー、白決めてのねなあのー。 何かがあったはずなんですけど、ね、うん、まあ、具体的にはどうね結構難しいんかもしれないんですけど、うん、実戦はちょっと誤算がありましてこっちにも絞ってたんですけどねこの白の打ち方はこうやって取りに。 これとちょっと取りに行ってる手なんでねそんな手でもあるんですよねただこのしあのー、黒はここを渡りがあってこれで生きていますしつ、うん、けてもこうやってねはいこれで生きれますのでどうも誤算があったみたいな,なんですよねここの接取ははいなのでまあそうですね少なくとも この図よりはいい図が、うん、絶対あったでしょうからうんとどうしますかね例えばこういうような感じでもそうですねここを打たないと死んでしまいますからねうん仮にこれでもえー、目がないですからだいぶ違ってたはずですよね うん、ここは何か決め手があった、うん、と思います。うんはい、実戦こうなりまして、えー、両方ね生きあの切ることができましたのでさすがに、えー、黒が良くなりましたね。うん 黒はねこれを取り込んで形成が形成いい打ち方をしてい,いると思いますはいここ多少紛れるようにねはい打っていますが、えー、かけた時にねこう抜いたのが冷静な一着ですね ハサミツけに対してこうやったんですが、まあ、ここは下がっていてもね、まあ、とりあえずうーん手はないので、えーまあ、せいぜいここが効くぐらいですから、えー、まあ、うん、下がる手も全然あったと思うんですけど実践はこのような感じでここでまたね、えー、字をこう取ってね この石を死なないという感じで打たれまして、はい、これはね白がこれ取れないとまああんまり得たものがないということでまあだいぶ字が損してしまいまして、えー、分かりやすくね黒が優勢になったのかなと思,思いました。はい、うん。まあなんといってもこ,この五三、えー、がね上辺の誤算が、えー、響いたのかなと思いました。はい。 まあ黒もねここの絶好点をまあ逃さないでねあの逃してまでもここに急いだっていうのがまあこの後の何て言うんでしょうかねうんここにしか目がいかないんですけどあえてこちらに打って逃げ出して打つ作戦うんまあ、ね、僕たちはねこちらであのいいと思いますので、はいまあ、はいそうですね、まあ、若いから打てるような手、はい、かなと思いますこういう点はね。 はい、えー、じゃあこの後は、えー、これで終わりにしたいと思いますはいい失礼いたします。